もほみ先生です。さあ今回ですね、バンドのライブ MC においてやってはいけないこと3選、これについて話していきたいと思います。僕ね、15年ぐらいですね、ライブバンド活動しておりまして、その中で割とこう MC を担当するっていうことが多かったですし、あとは他の仲間のバンドマンのライブをたくさん見に行ったりして、MC、いろんな MC をね見たり聞いたりしてきたので、その経験を踏まえた上で今回ちょっとアドバイスをさせていただけたらなと思っております。では早速参りましょう。ライブの MC でやってはいけないことを1つ目、一人で話す。これはね、ものすごくやっちゃってるバンドさん多いです。だいたいね、ボーカルさんが MC ってやること多いじゃないですか。でそのボーカルさん一人にもうトーク任せっきりで、他のメンバーはもう全くそのトークを手伝わない、ちょっとチューニングとかしてるみたいなね、これはよく見かけるパターンですね。まず大前提として、一人喋りと二人以上で喋るっていう、これはもう別物、全く難度が異なるものだと思ってください。その二人以上で喋るときって、やっぱそのボケツッコミであるとか、そのメインで喋る人、聞き手受け手みたいな感じで役割分担もできちゃうし、あとそのトークの隙間を埋めるっていうのも、二人以上で喋ってればもう自然と埋まっていくもんなんですけども、一人だとそれをずっと繋いでいかなきゃいけない。これはね、ものすごく大変です。ましてやそのバンドマンだから、メインは音楽でこう来てるわけじゃないですか。決してその喋りがめちゃめちゃ得意ですっていう人ばかりではないので、一人で喋らせるっていうのはちょっと危険だし、かわいそうだなと思います。なので、メインで一番まあ喋れる人、ボーカルじゃなくてもいいと思うんですけれども、一番喋れる人と、その次に喋れる人、そのメンバーの中でね、その二人用意して、で、その二人で、MC を回してもらう。これが多分一番ね、綺麗なやり方かなと思います。三人以上になると、ちょっとね、こう、やっぱトークがぐだっちゃうんで、メインの人一人、メインで喋る人一人、それをサポートする人一人、この二人ですね。この2人が MC を回していくっていうのが一番、理想的かなと僕は思っております。じゃあ、2つ目ですね、ライブ MC でやってはいけないこと2つ目、オフマイクで喋る。これもですね、これは複数で逆にその喋ってるバンドさんに多いんですけれども、例えばボーカルさんがメインで喋ってます。で、ギターの人とかに、ちょっと話を振ります。でそのギターさんがもうマイクを通さずにオフマイクで何々だよみたいなこう答えちゃうっていうね、このパターンもあります、まずね、オフマイクで喋ると、単純に聞こえないですよね、これね、100歩譲っていやいや俺結構声量あるから聞こえるよってね、言う人いらっしゃるかもしれないんですけども、オンマイクで喋ってるボーカルさんとオフマイクで喋ってるギタリストさん、これが混じっちゃうと聞いてる方としてはちょっとストレスなわけですよ。こうなんですかね、こう耳のチャンネルを、聞くチャンネルをちょっとオフマイクの人とオンマイクの人をこう合わせなきゃいけない、それぞれで合わせなきゃいけないから、ちょっとやっぱストレスなんですよね。なのでもうちゃんとオンマイクで喋るっていうことを意識した方がいいと思います。でオフマイクとまではいかないけれど、マイクからちょっと離れちゃってるみたいなパターンもあるんで、オンマイクではっきり喋ることによって、その聞き手のストレスを、軽減する、なくすっていうことを心がけてください。最後ですね、ライブ MC でやってはいけないこと3つ目、長時間喋る。これもね、やっぱトークが受けたりするとね、こう気持ちはわかるんですよ。そのちょっと長い時間喋っちゃうみたいなことはよくあるんですけれども、これはやっぱりそのバンドですから、音楽バンドですから、音楽がやっぱメインなわけじゃないですか。お客さんも音楽をやっぱメインで聞きに来てるから、そのいくら面白いトークをこうねやったとしても、それがねやっぱ5分とか10分とかなっちゃうと、いやこれ今日お笑いイベントに来たんじゃないんだけどな、気持ちにやっぱなっちゃうわけですよ。なので、5分でも長いと思うな。2分、長くても3分ぐらいに、ライブの MC っていうのは収めた方が
いいと思います。まあもちろんこれがね、ワンマンとか主催ライブとかそういうことになってくるとまたちょっと勝手は違うんですけれども、基本的にまあ通常ブッキングとかでは、2分3分ぐらいにトークを収めた方が、テンポは良くなるかなと思います。でこれちょっとね、タイムキープ難しいと思うんで、2分とか3分とかですね、まあ、ライブハウスによってはデジタルのこの時計とかがステージから見えるところに、置いてあったりするんで、そういうとこはいいんですけれども、そうじゃない時タイムキープに困ると思うので、ちょっとねおすすめの方法としては SE を流す、2分3分ぐらいのその決まった SE を、ライブの MC の時に流してもらう。これによって、MC がこう間延びすることを防げるし、その2分3分で絶対終わっちゃうからね、これの、まあ、SE の終わり際にちょっと分かりやすい合図みたいなのを入れておくと、テンポよく MC を喋っていけるかなと思いますんで、ライブの MC の時に SE を入れるっていうのはちょっとおすすめです。 SE 入れることによって BGM と一緒に喋ることによってトークの説得力も上がるっていう、まあ副産物的な効果もあるので、これ本当おすすめなんでやってみるといいと思います。さあそんな感じでですね、紹介してきましたライブ MC でやってはいけないこと3選、いかがだったでしょうか。ちょっとまあ初心者向けのね内容にはなっているとは思うんですけども、意外とそのバンドのその熟練者たちも見逃してる点はあったんじゃないかなと思うんでですね、ぜひ参考にしていただければと思います。さあ、そんな感じですね、今日のトークが、面白かったと思った方はチャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いします。